どうもこんにちは。本日は、はい、私のおばあたんに会いに行っております。久しぶりに会う楽しみ。おばあたんファンやからね。そう、大ファンやから花金カップルと大ファンやからさ。ありがたい。ファンさしに行くね。そうやおうかい今からマジでおばあちゃんにとって生きがいやねリコが。でもやっぱりさ、おばあちゃんとかってそうやん、ちょっと電話するだけでさ長生きしようじゃないけど元気もらってくれたりするからさ、こうやって会いに行くのはさめっちゃいいなって思うから、ここ最近でより強く思ったよな。なんか今26歳になったよリコたち、26歳でなんか周りもやけど自分たちもおじいちゃんおばあちゃんたちが亡くなっていってる年、だからなんか死を感じることが今までなかったけど、あ、ほんまに人って死ぬんやとか、ほんまに家族って死ぬんやってめっちゃ思ったから、なんか死を最近近くに感じますね。けど大事なことやと思う。いやそれはほんまに大事、絶対大事。さあそんな感じで、はい、今日はおばあちゃんに結婚のご報告と、おじいちゃんたちにもお墓行ったりして一日を過ごしたいと思っております。おばあちゃんに改めて婚約した時は言ったけど、リコを大切にしますって守りますって改めて言ってまあおじいちゃん、にもまあお墓行ってさ、大宝やったやんリコのこと。おじいちゃんほんま絶対言ったらあかんけど孫界で一番好きやった。じゃあほんまあんま言うなよそれ。じゃあ俺らのとこ何がすごいって、おじいちゃんまあ亡くなってるけど、おばあちゃん全員おんねん。女がすごい長生きする。え、だってリコなんてひいおばあちゃんもまだ100歳過ぎてるんですよ。私のひいおばあちゃんえぐいって、マジですごい。リコ多分100歳以上は行く。いや150歳ぐらい行くんじゃんリコ。行くと思う。孫たちがちょっとまだおるって動画とか撮ってネットに上げてる話一生してんねんけどなんかどうも花金カップルですみたいな、なんか挨拶一生してんけどどういうことなんやろしかも一人じゃないねんな、隣に誰かなんかおる会話してんねんなんかずっと右向いてさ、なんかたっちゃんとか言ってるおじいちゃんの名前多分たっちゃんやったと思う。どんだけ早う死んでんねん俺ほんまにでも YouTube 残っててほしいよな、その時も残っててほしい。おばあちゃんこんな可愛かってんでって言いたいもん、孫に。あなたが可愛いのおばあちゃんのおかげってもうめっちゃ嫌われんね孫にまた始まったみたいな絶対言おう。花金カップル元気やん、元気やんな。なんかちょっと痩せた。おばあちゃんもうここ怒らへんの全然。おばあちゃんね。おばあちゃんかたいじゃない。どうぞ。どうぞ。おめでとうございます。挨拶できました。改めて YouTube いつも見ていただいてると思うんですけど、リコと結婚させてもらって幸せにしたいと思います。もう達也君やったら本当安心。お父さんと子供ね。もうそれをね、行動でしっかり示せるように頑張ります。はい。お願いします。はい。これね、気持ちだけやねんけどね。ありがとう。ありがとう。気持ちだけね。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。今日おじいちゃんのさ、お墓も行こうかなって思っててさ。うん。今からちょっと行こうかなと思って。あ、チン鳴らしに。あ、お前チン鳴らしに行こう。これゲストでね、ずっと口で吹いたらあかんねんですよ。そうなの。1回？2回。2回。一緒にやる。これお父さんのこうすんね。あ、ごめんよ。こっちだすよ。これジュースそこにあるよ。一緒に。横にした音がない。じいちゃん久しぶり。その子すなじゃあ後ほどおじいちゃんイケメンなんですよ。若い時の写真絶対見せてくれてたもんな。絶対見せて、披露してくれる。披露して総理大臣にもらった賞とかも見せてくれて偉人やからマジ偉人ほんまりくんおじいちゃんやばいんですよ。ほんまにすごい人やから。あ、りこママの写真ですか？ハワイで結婚式。パパのものしてるってこと？リコが持って帰りますよ。いや、そんなんすな。ホテルや。写真撮んな。リコママ？ママちゃん。そうそう。ママや。リコの子供の時めっちゃ似てるやん。そう。こんな顔してるやん。あれ似てるやろ。これがお姑さん。めっちゃ怖かったっていう。ああ、怖そう。怖いで。ここでかしてるからね。すごくない？小さいから帰ってきておばあちゃんのタブレットなんで買って。でもうびっくりして何十年ぶりか。なんか自然に一緒に遊びやって。すごいやなんかほんま。小説なんで。小説なんで。一番良かったのはギリシャも良かったけど、パナマやけど。そうなの。ギリシャの7億年の学年のことね。みんなでもいろんなな人生を楽しんでる、謳歌してる。そうなあ、ばあちゃんのだって話聞いたらさ、達也がいろんなとこ一緒に行きたいなって言ってたもんな。そう今はどうなん？ものすごい痛い痛いんや。僕らがハワイで結婚式ってなっても来れないんですか？来れちゃうかな。無理。こんだけ痛いと。じゃあもう優しいわ。いやもうさっきの話聞いてたら優しいわ。いや時代もあるってあれはちょっと。時代もあるかもしれないけどね。結構いい人見つけたわ。ラッキーやラッキー。ほんと。リコもでも料理いろいろね。いやすごいですよ。おばあちゃんも昔は料理ねすごいね上手やってるやんか。料理学校とね行ってたしね、結婚する前に。だっておばあちゃんの春巻きあるやん。あれもう大好物やんな。作ってるリコも。作ってんの？そうそう、家で。これはもうじゃもうこのような焼きを持てたね、持てたもういろんな人からお付き合ってくれ付き合ってけど全部断ってたけど。モテモテやったんや。モテモテやった。ほんまにそうやった。考えられない。もういい加減にしてくれよ。よかったわ。立山行った時登った時、男3人おばあちゃん女1人。ハーレムや。手紙なんかよくだけどノーバーじゃない。全部捨てたけど。アプローチされて。全部捨てた。でもね、親もよく残っていくなさ、もう早朝から30分残っていって、で猫のね、長女でね、安定の星やね。すごいよほんまに。止まらん。ずっとマシンか。終わる。夜なってると思います。それ立山ですか？あ、ほんまや。女一男三歳。お疲れ様でした。面白かったマジで。もう最高やった。なんか元気をなんかこう与えれたらいいなと思って俺行ってんけど、しっかりもらってきた俺は。ほんまに最高やな。昔のこととかめっちゃ覚えてる。記憶力やばい。そう、そら俺らの YouTube コメント欄まで見るで。おばあちゃんが見てると思ってコメントしてください。おばあちゃんのためにコメントしてください皆さん。リコと達也の悪口とか絶対書かない。心配するからおばあちゃん。心配する。はい、ということでね、次はリコのおじいちゃんのところにね、お墓参りに行くということで向かっております。なんか買っていこっか。なんか買おう。おじいちゃんのなんか好きなもんとか何？ビール、アサヒビール。一番好き。アサヒビールな。アサヒビールがこの世で一番好き。そう。でもリコさ、昔に生まれたいって死ぬほど思ってたけど、おばあちゃんの話聞いてマジで今でよかったって思った。亭主関白すぎる男の人が。そうやな。昔はなんかそれは男の人はさ、立てたいっていう気持ちはさあるけど、リコも上すぎるな昔は。なんか変わっていったっていうのがまずすごいよな、そういう時代が。いやほんまのなんか男尊女卑って言葉があったやん昔は。もうなんか今は女尊男卑もあるなとは思う。あるな、それはな。ケースバイケースやけどな。だってさ、リコラがめっちゃよく言うのさ、サウナ行った時に、これはほんまにいつも話してる。なんかサウナ行った時にさ、女の人のところに男の人って絶対入ってこないじゃないですか。けど男の人のとこにはおるんねんな。もう全然もうシャーってシャンプー入れ替えたりとかしてるから、なんか俺らも別にそれが小さい頃から当たり前やねん。女の人が入ってきて、掃除したりっていうのが当たり前やから。だけど今思うと逆やったらやばいことやんか。あれってなんでなんやろ。え、ほんまに不思議やねんな。教えてほしい。なんかルールがあるんかもしらんけどな、そのなんで OK なんでもルールがあったとしてもさ、男の人が女風呂に入ったら絶対あかんのに、なんで女の人は男風呂に入って男の人がすっぽんぽんのところに行ってもいいんって。でもだってちょっとは気使うやろ。いや気使うよ。あった思うやん、多分。なんでいいんそれほんまになんかもうなんか俺らはもう当たり前すぎて、それを話題にもしたことがなかったんやと思うねんけど、今思うとすごい謎よな。じゃそういう盲点というかさ、あるんかもな今までも。でも悪くない。なんかその都度その都度リコラさ、なんであれはよくてあかんのみたいな話よくするけど、すぐ忘れちゃうけどなんかもういっかって思うようなことなんやろな、みんなな。そう、なんでもいいねん別に。言い過ぎやろ。似てる？達也から見ても思う似てる。いやまあお父さんにも似てるけど、やっぱもうお兄ちゃんと似すぎてる前とかもさ、まあ、サウナよく行くやん、行ってさ、こうリコもすっぴんでこう出てくるやん、2人マジでどっちかわからんもんなわかるやんこう全部サリコオールバックにして、なんか同じ帽子かぶってニーニーとなんかモグラ叩きみたいなところがさ、一瞬出てきたらどっちかわからん交代に。リコの表情ってすごいわかりやすいね。そう、リコ君と絶対違う表情するから、もう出てくる時の顔まで予想できるもんもう一発目に出てくるこの顔出てくるやなってもう予想できる子それでも分かるって言ってたら2回目新規で出てくる2回目も想像できるし、俺もこいつ初めて出てきてんねんなって思って、俺3回目はなんかもうリオ君が多分なんかリオ君変顔してるとか言ったらリコもなんかもうわけわからん、なんかこんなんでお互いどんどん目血走ってくるの分かんねん。俺もうその兄弟目でこうやって絶対分かるから。やるわそれ企画やるわいつか。お兄ちゃんの最近の口癖はそうね、相づち絶対そうね一回さそれに気づいてさ、なんかそれのマネ2人の中でバリ流行ってさ、 LINE スタンプでさ離れてる時に「そうね」のスタンプ作ってさ、なんかやったっていうなんなん今日の動画。ファミリートーク身内ネタすぎるいくらでも話せん。昼ご飯食べよう。ほんまにお腹空いた。ほんまにお腹空いたけど、お腹をいっぱいにした状態でお墓参り行こう。そうしよう。さっきご飯食べよう。ご飯食べ、くら寿司あるで。あ、でもくら寿司。そば食べたいって言ってたよ。あ、それそば食べたい。調べよう。いただきます。いいよ、食べていいよ。シェアやから。最高。お花、おじいちゃんひまわりが好きやったイメージがめっちゃあるから、ひまわりをね買いました。ちょっとやけどかわいいな、とあとはビールが好きやからね、朝日を買って今から持っていこうか。はい、嬉しい。これほんまきれくない？なんか少しやけど気持ちやけどさ、元気出る、このお花。なんかひまわりってさ、俺からしたらリコのイメージもあるから。あ、そうなの？おじいちゃんも絶対そのイメージあると思うし、嬉しいと思う。おじいちゃん持っていくねーはんだけーカットー。無事おじいちゃんのお墓参りが終わりました。私のね、すごく良かった、行けて。おじいちゃんのお家をピカピカにしてる感じでなんか嬉しかったな。めっちゃ掃除したもんな、で、今からね、次は僕の方のじいちゃんたちのお墓に行きましょうということで、初めて行くな。たっちゃんが付き合ってる時とか行ってるの知ってたからさ、嬉しい行けるの俺な、1個行きたいとこあって、その最近亡くなったおじいちゃんが、毎朝6時に起きて、あ、言ってたな。そう、孫の健康とサッカーとかがうまくいくようにみたいな、そうめんの動画で言った気がする。言ってた？言ってないっけ、その話。なんか言ってた気がする。そのおじいちゃんがいるんですって言って電話。そう、出てるからなそのおじいちゃん電話で声出演してくれたおじいちゃんがね。そうそうそう、おじいちゃんが健康を祈ってくれてたんやんな、達也たちの。そう、え、めちゃめちゃ効果あるかもよ、その神社。でもだってたっちゃんほんまに一緒に暮らしてて、私と同じ金持ってても、ほんまに強くて、全然症状とかも軽いからおじいちゃんのおかげちゃう？そう絶対それはあるねんな。なんか俺小さい頃にさ、できもんじゃないけど脳みそのところにあるみたいなことが発覚して、小学校ぐらいの時にですごい、まあみんな心配してくれてて、でまあ今はもうな、体も大きなって全然大丈夫やから何ともないねんけど、それを多分知っておじいちゃんは毎日そういうのを言ってくれて、それもあって治ったやなって思うから、すごい感謝やな。だっておじいちゃんあれやで、リコに言ったやろ、家出たらすぐ道路やねんけど、そのそう脇に花壇にひまわりとかをめっちゃ植えて、その住んでる市から表彰されるみたいな、そういうなんかこう優しいおじいちゃんやねん。そうなんか結婚したなって感じせん？え、思う。なんかさっきリコ思ってた、お墓参りってさ、全然付き合ってる時でも行っていいと思うし、もちろんけど、なんかなかなか誘いづらいというか、その行くとかもな、お墓参りやし誘ってもらえたりしてんのも嬉しい。確かになんか家族やからな、お互いのもうほんまの当たり前に行けるもんな、おじいちゃんたちやし、ほんまタイミングやんこれって。なんかこうおじいちゃんたちに結婚した姿、リコの花嫁姿って、それこそリコのおじいちゃんにも見てほしかったし、なんか一日一日大切にしないとなっていうのはより感じたこの数年間やったなって思う。ばあちゃんなんで泥棒が入ってもわからんな、聞こえへんかった。リコも来てる。はい。え、ばあちゃん、なんで仏壇に電池置いてる？ちょっと置いただけ。ちょっとこっち置いて。ちょっとこっち置いて、あ、置いて忘れてたんや。あ、そっか。失礼します。ばあちゃん。置いとくね、電池。あ、忘れた。電池置いといて。痩せたんちゃん、ばあちゃん。え？痩せたんちゃん。痩せた？ここ頭フラフラや。なんでここに戻すん？いや、ここ置いとくねんや。なんでやねん。仏壇にまた。なんでそこなの？電池。ここじいちゃんがいつも座ってたとこ。あ、そうなんや。すごいな。すごいやろ、うん、すごいな。宇宙とつながってんのこれ。あ、そうすごいやろ、宇宙と交信できんね、この映像で。すごいやろ、宇宙の誰とすんの？宇宙飛行士。もうええ、何？嘘です。写真とかあったよな、昔の写真みたいな。どこ行ったやろ。俺らの写真か分からへん。ああ、おじいちゃんめっちゃバタいやん。じいちゃんってめっちゃゴリゴリやってんね。へえ。じいちゃんとばあちゃんディズニーとか行ってたんや。2人で行ったんですか？2人ちゃうやん、誰かと行ってるやん。誰かと行ってるか。誰かが撮らんとこの写真にならへんからな。うまいな。何食べてんの、ご飯いつも。何食べてんねやろ。もう本当にもう悲しい話。悲しい話。何食べてるかがわからない。道路のもうそこ海やからね。そうそう、小豆島な、すぐな。家あって道路があったらもう砂浜。だから降りたらね、砂浜。それが泳がれへんね、私。マジ泳がれへんの。全くわかんない。プール行ってんね。それでも端っこ歩いただけ。もうマジそうなって帰っていい。めっちゃ可愛いねんけど。でこ。めっちゃでこ。お尻チクチクするな。みんなと会い終わりました。会い終わったね。もう全部行ったな。今日親戚みんな会えたんじゃん。うん、終了ということで、はい。え、たっちゃんほんまにどうしたん？目それずっと言うやん。みんな見て、ほんまにこっちの目がさ、どんどんさ腫れてきて。ちょっと待って、触っていい？いいよ。目開けて。いた！あもうほんまにということでね、たっちゃんの目が晴れて、多分この辺までこれから晴れてくるからその前にみんなに心配かけないうちに終わろうということでエンディングでございますいやでもほんまに俺は、まあ、リコのおじいちゃんおばあちゃんにも会ってさ、まあ、おじいちゃんにも挨拶しっかりできたし、うん、俺の、まあ、おばあちゃんおじいちゃんにもリコを紹介できたから、うんうん、すごいよかった、うん、いい一日やったな、うん、めっちゃみんなに会えて、うん、お話ししてだって俺さっきのさおじいちゃんとこ、うんうん、前も一回行ったやん俺一人の Vlog 撮った時に、うんうん、ここのおじいちゃんとこ行ってんけど、うん、その時になんかコメント欄とかでさ、うん、気づいてる人はおってんけど、うん、なんかこうプロポーズとかそういうのなんか報告行ってるんかなみたいな、うん、なんか俺報告行ってますみたいな感じで言って、その時に言ってた気がする、言ってたやろ、うん、その時にリコにプロポーズしてくるみたいな感じで報告して、うんうん、うまくいくように、じいちゃん頼むでみたいな感じで言ってたからうん、うん、それをちょっと今日無事成功して結婚することになったっていうのを報告できたから、うん、よかったようやったって言ってたから、まあそうリコは県のリコです。はじめましてって言った。リコさんでもさ、いつももうこれどんな時でもやねんけど、うん、こう手合わせて話す時ってめっちゃ語彙力なくなんねんやん。わかる。なんか言おうと思ってんのぐるぐるもう一回言ったりとかしてる俺。そうなんかさっきおじいちゃんにさ、おじいちゃん天国歴が長いやんか。だからそれを伝えたかったんけど、おじいちゃんは。天国上級者ということでうちのじいちゃんとブラントみたいなよろしくお願いしますみたいなことを言いたかったんけど、なんかもう意味わからん言葉になった。いやでもマジで達也いいお嫁さんもらったなっておばちゃんにも言われたし、いやマジそうやねんな。でも達也もめっちゃもうこの一家は袖で祝ってるで、もうよくやったりこうようやったラッキーやお前はっていつも言われる。お互いなそうやってお祝いみんなにしてもらってな、うん、でも嬉しいよな。今のね環境を大切にして生きていけたらいいですね、うん、それが一番よもうほんまに目の前にいる人をね大切にしたら、うん、みんなこの世の全ての人はハッピーだから。そやな。今まではさたっちゃんのおばあちゃんはたっちゃんのおばあちゃんやん、うん、おばあちゃんってほんまに遠いやんか言っても、うん、孫やしリコだって、うんうんうん、だけどなんかもう家族たっちゃんとは完全に家族になって、うん、たっちゃんのファミリーはもちろん家族やけど、うん、なんかおばあちゃんもおばあちゃん高校リコもなんか普通にできる家族やから、うんうん、できるっていうのがめっちゃお互いやと思うけど、うん、いいなって思います一緒にしていこうで今からは親孝行の時間なのでもうリコとね会うのを楽しみにしてる俺の両親がいるので焼肉一緒に食べる。じゃあ行きましょうか。行きましょうか大切な人に会いに行く日でした、はい、いい家庭を楽しく作っていきましょう。作っていこうぜ。よろしくなバディ俺らはバディだバディだ。ありがとうございましたtoo long, but I